の痛みについて、膝の痛みはね、このパワーヘルスで必ず治ります。絵の説明をしますよ。こちらがね、まだ膝の痛みがない正常な状態です。片や骨と骨の間に軟骨があります。で、赤いのが血管、青いのが神経ですね。で、膝の痛みの原因はですね、この膝の周りのこの血管の詰まり、これが原因です。軟骨が少なくなって、ここに神経が挟まって痛みが出てくるんです。でもね、これパワーヘルスで治療すると必ず治りますからね。じゃあどのように治るかお話しますよ。パワーヘルスの生体電子で治療しますとね、この全身の血液はきれいになります。特にね、この膝の部分の血液がきれいになるんです。だから膝が治ります、ね、でさらにパワーヘルスの生体電子で膝の周りの血液の流れが良くなるんです。ですから膝の痛みがね、治るんです。必ず治ります。そして、パワーヘルスの生体電子がこの膝の周りの血管の詰まりをきれいに電子分解して取っていくんです。ですから膝の痛みがね、治ります。もう必ず治りますからね。このようにですね、血管の詰まりが取れますとね、もうきれいになった血管の中をきれいな血液がですね、この軟骨に必要なカルシウムを運んでくるんですね。そうするとこの軟骨がまた復活をします。そうすると骨がぐーっと持ち上がりますからね、神経が外れて膝の痛みが治るんですね。このように続けていただくと軟骨が丈夫になるんですね。とこの神経が、ね、もう挟まりません、ね、外れて、ですから膝の痛みが治ります。で続けていただくと元のですね、この正常な軟骨になります。そうするとね、もう階段の上り下り歩いてとかですね、膝の痛みは治ります、ね、必ず治りますよ。ぜひ続けてみてくださいね。はい、今もお話ししている間、この生体電子入って治療してますが、ちょっと手いいですか、ね、痛みは右の方ですか、こっちね、ここまで今しっかり入ってこうやって治療してるんですね。はい、こうやって治療してますからね、いざ治りますから、ぜひ続けてみてください。